亀山選手、はい、おすすめ課題お願いします。はい、おすすめ課題24番です、体感何球ぐらいですか？体感3、4球。3、4球。ちょっと自信ないです。イーグリップの大きいアンダーをしっかり効かせるために足で体をちょっと上げて、下の手を持てるようにチームを持っていくっていう形ですね。ホールドが結構豪華な。はい、新しいホールドばっかりです。贅沢に使わせてもらいました。はい、亀山くんのおすすめ課題でした。ありがとうございます。強さそう。大きいホールドを4つも使ってて、はい、120度の面壁で、作ってるんで、ここ触ったことがない人にとってはいいトレーニングになるかなと思います。ありがとうございます。じゃあサーキットの25番やります。はい、お願いします。チープの気持ちよさそう。結構気持ちいい課題と見せかけて、はい、ちょっと待ってください。このチーター、はい、チーターって言いますか、チーター、チーターからのテクニックへのこのブランドコンボが結構難しいんで、ブランドコンボはそこをちょっとみんなにやってほしいところですか。そうですね、確信ですかね。はい、確信です。ちょっと足が嫌な位置にあって、ホールドを効かせにくいのが難しい。出ないと効かないのが悪いところですかね。はい、ああ、なるほど。ぜひチャレンジしてみてください。ありがとうございます。はい、じゃあ新しいサーキットのおすすめ課題登ります。28番。28番。はい、緑色のホールドの課題です。していきます。はい。おすすめポイントは、まず最初ここ、まあ、反転ムーブします。まあグッポルの、まあ、この壁だからこそできる、まあ、ムーブかなと思います。でフックも結構、まあ、今はトゥーフックでやったんですけど、まあ、いろんな方法でこの抜けっていうのができると思うので、まあ、自分に合ったムーブでトライしてみてください。まあ、イーグリップの新しいホールドもそうですね、あれ気持ちよさそう、はい、新しいホールドいいね。はい、ありがとうございます。新しいサーキット登りに来てください。